さてさ、しおこれでございます、お昼のブラドラでございます。今日はこっちにも、2カメ体制で GoPro と α7S3、2カメ体制でやっています。 GoPro の ISO 感度は100から400の間みたいな設定にしているので何の問題もないと思うんですよ。会社を見る限り問題は α7S3 ですね。今 F3.2 250分の1、全然ねもっと絞れると思うんですけど、とりあえずちょっとどれぐらいなんだろうということを日中の撮影で試しています。昨日すごい眠たくて11時ぐらいには寝たのかな。だけど暑くて、5時半ぐらいに起きてしまい、それからちょっと寝るのもなぁなんて思いながら、思いついた資料とかをパパッとこうパソコン上に記憶させ、洗濯物をし干してきて11時25分を迎えました。今日の目的は薬局行って花粉症の薬を買いたいなというふうに思います。昨日からもう鼻ずうび、目ゆかゆか、なんかそんな状態ですね。でも花粉の時期だし、なんかアメリカのどっかも推奨してるその二重マスクみたいなことをするんですけど、またねこの口元が荒れてきて、2020年が人生で初めていっぱい、人生最多のニキビ数をこの口周りに作り苦労したんですけど、2021年も引き続き苦労しそうですね。それでこのおでこのさ、あのどっかぶつけてしまって炭治郎みたいなあざになったところもなんか面白くて、お風呂入る前は肌がザラつく感じなんですよ。で赤いので、もお風呂上がって血行が良くなってる状態でおでこ見ると赤くないんだよね。それが内出血の構造なのかどうか分かんないけど、まあまあとりあえずだいぶ面積は狭まってきて、良くはなってきてるんですけど、ということもあって皮膚科に行こうと決意しました。なんか皮膚科行くべきだなやっぱりっていう気持ちになってきまして、というのもニキビとか肌荒れで皮膚科行くのってどうなんだろうっていう気持ちでいたんですよ。でそもそも皮膚科は家の近くどこにあるんだろうなんていう風に調べてて、皮膚科調べていて皮膚科のホームページ見てみると、意外とその肌荒れアトピーとかそういうので保険証利用で1000円から3000円みたいな、いわゆるもっと重たい病気の人とかもいる、すごいこういう最新の技術でこういうことが、まあお医者さんにそんな技術とかは自由医療みたいな保険効かないやつか、歯医者とかでよくそうじゃないですか。なんか保険が効くところはこうだけど、保険使えないところはものすごい最新の機材で痛くないみたいな、なんかそういうイメージで皮膚科いたんですけど、皮膚科さんのホームページがなんかすごい低価格なニキビでも着なさいみたいなようなことを書いてくれてるから、ちょっと行ってみようかなっていう気分になっています。 CM でおなじみのさ、湘南美容外科、湘南美容クリニック、そこが運営する、何なんだろうよくわかんないんですけど、要は保険証使える本当の、本当の、それも言い方が違うな、いわゆるその自由医療的なメスを入れてとか注射してとかっていう本当の湘南美容クリニックとともに、肌荒れとかでお悩みの保険証が使える湘南美容皮膚科みたいなものが隣同士であるところを見つけまして、なんかそこに行ってシミ取りとかそういうののパンフレットがあるのかどうか分かりませんけど、ちょっと聞いてみようと思ってね、いくらですかって。でまあさらにね、この結局ニキビのクレーター的なものがこう口周りにいっぱいマスクをつけてできてしまったせいで、そこからまた再発じゃないですけど、結局ずっと長年苦しめられるぐらいだったら、その根こそぎからどうにか美容医療、自由医療みたいなものでどうにかできないのかみたいなことをちょっと聞いてみたかったので、そこに行こうとしてるんですけど、休みが合わない。そこの病院のお休みの日と僕が比較的にこう暇してる日にち曜日というものが合わずですね、なかなか行こうという気になれません。そしてあれなんだよね、車じゃなくて電車で行くべき場所の立地なんで、ち
ょっと腰が重たくなっているのが現状です。で、たびたびやっぱりこっちのカメラはちょっとずれちゃうんだよね。こういう今ここどのカメラで見えてる？ GoPro で見れてるか。こういうゴムバンドで固定してるんですけど、それでもやっぱりカメラの重さに耐えれてないような状態です。日に当たってるとね、暖かいんですけど、外出て風も一緒に食らうと寒いんですよね。まあ、こうやって暖かくなってきて梅とかも咲くような時期になってきてね、今日車乗るまでに道路にカナブンみたいなのがいました。ついに来ちゃったんですよ、この虫の季節というのがね。困るなあ。さあ、止まりました、両方ともカメラ。ああ、ギリギリ GoPro だとこの今カメラが置いてある位置がわからないんですね。ちょっと GoPro を移動しますよ。これで見えます？これがさ、は見えないね。ここに、なんていうの、棒の支え、なんか僕の手がこのシートのここのこのフレームっていうの、パイプっていうのだとして、まあ、こうやってくっついてるわけですよ。 こうやってね。でもこれだけだとすごいこう重たいから、補助的な形でこうやって支えてるんですよ。で、だけどここがこうやって動いちゃう。伝わる？動かした方がいい。こうやって走ってるうちにこうなっちゃうんですよ。で、ここをさっきまで、ゴムバンドで止めてたんですけど、意味がなかった。で、車載撮影みたいなことを英語で調べて、外国の YouTube とかを調べてみるんですけど、まあ例えばこういうところからこういうところに、パイプ伸ばしてそこに BMPCC4K を載せていたりとか、なんかもう規模がでかすぎて嫌だと思ってね、どうにか簡単に2カメ体制が取れる。今度はこのアームというか、これをもうちょっとがっしりしたやつを買えばいい話だと思うんですよね。でも今回試しで持ってるやつを使ってみてよかったから、それをまた購入してやっていきたいと思います。で、またね、 GoPro は GoPro の GoPro と α7S3 の色味とかを全く一緒にすることはできないと思うんで、似せるのか、はたまた全く違う感じにするのかは後々楽しみたいなと思います。それでは、先にもう早く花粉の薬を買って、長く外にいると夕方以降本当ズビズビなんで、もうパッ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 と買って購入して帰りたいと思います。それでは、しょうこれでした。また明日、ごきげんよう。バイバイ。はい、こちらもごきげんよう。